さあ東京プロでステージに立ちましたけども、金金さんは今後はどのようなスケジュールを立ててらっしゃるんですか？タイミング的には、はい、まあ、7月頃からちょっとステージ上がろうかなと思っていて、はい、おー7月、はい、そして、まあ、東京プロ8月末の東京プロももちろん、はい、まあ、前回ちょっと負けてしまった、上田に挑戦状を送って、はい、東京に呼んで、はい、そこでリベンジしたいと思ってます。でその後はもう彼の国のフィリピンに行って、はい、そこでも倒したいと思ってます。ちなみにその今フィジークにも体重制限できましたけれども、はい、金金さんは何キロまで乗せられる、今リミット的にはどうなんでしょう？はいはい、自分の身長ですとまだまだ伸びしろがあって、はい、約 7から8キロ、まだ7キロ、まだ金にも乗せられます。でそれがあの、まあ、なんですか、まだまだじゃんっていう見え方もあるんですけど、自分のコーチと話し合った結果、もう自分の骨格にまだまだ筋肉つけてもフィジークの体型に収まるっていう、あの褒めてくれたんで、もうその究極のフィジーク体型を今コーチともう細かいところまで微調整して、もうどんどんバランスを崩さずっていうよりはバランスを良くしていきながら増量に励んでます。山岸プロ、ちょっと待ってください。山岸プロオリンピアマスターズ復活おめでとうございます。大きな拍手を送りください。ありがとうございます。さあここからね、このボディ競技マスターズを盛り上げていくということで、今日ちょっと発表ありますか？来年いいの発表して。日本でマスターズのプロクオリファイア、35歳40歳50歳、そして60歳もありますね。35歳以上ですからね。あ、以上、はい、まだ決まってないんですけれども、マスターズのプロクオリファイアを開催します。はい、ということで皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。このテレンスラフィン最高のゲストポージングからね、失礼いたします、ハトクマです。はい、ジャパンプロが終わりましてね、まあアマチュアも終わって、まあプロも終わったわけなんだけど、まあそこのまあ中でまあ結構いろんな情報が解禁されました。まあこれは会場に行かれてる方とか、まあペーパービュー見てた方とかはね、もちろんご存知の話にはなりますが、改めてちょっとまあ個人的にはこれ楽しみだなっていうのをいくつかね、あの動画にさせていただきます。まずですね、まあ、冒頭の方で、まあ、説明入っていました金金さんですね。金金さん来年予定されている大会のスケジュール、まあ、これね皆さん気になるところだったと思いますが、来年は7月の大会、これはね、まあ、海外の大会になると思いますが、その後は東京プロに今年も出ると、そこで、まあ、ジョーベン・サガバイン今年のチャンピオンですね、まあ、金金さん敗れたというところで、まあ、リベンジを果たしたいと、なのでジョーベンに挑戦状を送ってきてもらって、まあ、ディフェンディングチャンピオンとしてね、来てもらってそれをぶっ倒すと。その後、これさ、あの金木さん意外と執念深いなって思ったんですけど、あのまあフィリピンに行って、まあ、彼の地元で彼がまた出た大会でまた倒すというね、まあ、東京プロで自分がやられたことを来年ねやり返すみたいなね、まあ、これちょっと半分冗談交じりでね言っておりましたが、でもちろんですよ、そうなってきたらどうなりますかといえば、まあ、オリンピア出場ですよね。まあ、今年はすでにウェザとジョーさんがまさかの優勝、まあ、本当素晴らしかったです。優勝されてオリンピア決めました。なのでまあ金木さんも来年は絶対出るというところで、まあ、そんな感じの大会のねスケジュールになっているみたいです。でプラスして、まあ、金金さんの筋肉の話、まあ、今後の話ですね。まあ、体重制限設けられて、まあ、一部の選手は落とさなければいけなくなったりとか、ただまあ大体の選手はまだまだ筋肉を増やせる状態ではあるんですけど、まあ、そんな中で金金さんは約あと7から8キロ筋肉増やせますということで、でしかもですね、まあ、コーチ誰かといえば、まあ、アリエルカッツなんですけれども、そのアリエルカッツからは、まあ、8キロギリギリまで増やしたとしても、まあ、フィジークの体型に収まっている、要はまあその増やしすぎてちょっとこうなんかフィジークからは外れちゃう、胴回りが太くなっちゃうとかバランスが崩れちゃうとか、そういうことはないというようなことも言ってもらえているということで、もうギリギリね筋肉増やしまくって最強の体を目指すというねことをおっしゃっておりました。これは非常にまあ、楽しみですね。まあ、日本最強のフィジーク選手、今誰なのかというのは非常に気になるところではございますが、まあ、金金さん間違いなくね、もう最高のバランスを持った最高のフィジーク選手の一人でありますので、皆さんこの辺はね、もう注目ですよと。そして、この映像はね、ちょっと使ってないんですけれども、その横にいた倉持健太郎さんですね。まあ、ボディービルのプロでございますが、倉持さんは、来年6月に行われる、まあ、大会に出場して、まあ、オリンピアの出場権を取ると。で、できれば、山岸さんと並びたい。山岸さんがマスターズオリンピアがある限りは、まあ、現役で、まあ、いるみたいな話をされていたというのもあって、まあ、こう、並びたいみたいなね、話をされておりました。こちらもね、非常に楽しみなところでございます。で、その後ね、山岸さん。
発言がありました。今年はね、マスターズオリンピア優勝されて、オリンピアも久々に登場された。まあ、あれは、本当にすごい。だって、50とかで復帰されて、あの体でって、もうさ、考えられないですよ。尋常じゃないですよ。で、まあ、そんなね、こともあってか、まあ、来年、なんと、この日本で、8月マスターズのオリンピアクオリファイ行うと。で、年齢に関しては、まだ何歳以上がどうっていうのは決まってないみたいなんですけれども、まあ、だから、山岸さんもさ、そうなったら出るかもしんないじゃん。日本のステージで見れるかもしんないよ、みんな。これすごい楽しみなことじゃないですか。あとは、まあ、シンさんとか、佐藤翔吾さんとか、あとは、古越さんとかもそうなのかな。あと、松坂さんですね。このあたりの選手も、マスターズの大会に出て、オリンピアのね、出場権を得るチャンスということで、またこの日本でね、まあ、チャンス、もうさらに、もう広がりました。何？裾が広がったっていうの？広がりましたんで、これも皆さん非常にね、楽しみなところでございます。そして、最後。もうこれ最後に持ってきました。ハトクマがいっちゃんこの、ま、ジャパンプロウィークエンドの中で出た情報で、ま、他にも情報出てるかもしんないけど、ま、楽しみなのは、これですね。これ実現、マジでしてほしい。本当に。ま、そうなると、ま、この人が優勝ってね、ま、受着なると思いますが、正直ですよ。でも、楽しみでしょって最高の発表がありました。それを皆さん最後聞いてください。それで今日の動画はお別れです。はい。皆さんね、この今日の話に関して楽しみな感想とかいろいろありましたら、コメント欄、概要欄、ガイド欄設けてはおりますが、どんどん書いてください。そして、ハトクマチャンネルの登録と高評価のクリックも最後にね、ぜひポチリとお願いします。マジでやばいよ。でやばいちゃん。2022年アーノルドクラシック優勝、2020年2021年オリンピア準優勝、そして11月に行われたオリンピアでも華麗なる肉体美を披露し、そのコージングはまさに世界一、テレル・ルフィ。先ほど我々スタッフ休憩中にテレンスのインスタグラムをチェックしたんですけれども、2024年日本でクラシックフィジークがあったら出るよという投稿ストーリーズがありましたが、それは本当ですか？It's very true. If they bring classic, I'll be here. 100%. もちろんです。もしクラシックフィジークのカテゴリープロショーをやっていただけるんだったら、ぜひ日本のステージに立ちたいと思います。おっと、もう今インカムやります。